聞いてあげるんですよ。あ、帰ってきたと思います。今日ですね、アークにアップデートが入りましたので、アップデート速報という形でみんなと一緒にパッチノートを見ていきたいと思っております。ということで本日の目次はこちら。1つ目、アップデート状況について。2つ目、アップデートの内容で、最後にですね、注意点やっていきたいと思います。で、まず1つ目にアップデート状況なんだけど、今回ね、あのアップデートが入ったのは PC 版になっております。で、アークちょっと分かりづらいんだけど、アップデートが入るタイミングっていうのが結構バラバラで、なんかね、3つぐらいのグループに分かれてるって思ってくれれば一番いいんですよね。で、1つ目が PC バージョンで、2つ目がプレイステーション &Xbox のコンシューマー版バージョンで、最後にスイッチバージョンみたいな感じで、スイッチはちょっとあの時間軸が全然違うので、まああの完全に別のね、あの世界線になってしまうので、基本的には PC とプレイステと Xbox っていうのがまあ1セットになっていると思っていただければいい感じで、で今回はその中でも PC 版が先行してアップデートが来ましたので、まあそのうちプレイステーションと Xbox にもこのアップデート来ますよねっていう、まあよくあるパターンですねという形になってますので、現状としては PC 版に先にアップデート来たぜというような形の現状になっております。ということで早速ではありますが、アップデート内容ですね、 PC 版の人は今こんな感じに変わったんだなと、でプレイステの人は今後こんな感じに変わるんだなっていう感じで見ていただくと、で、ですね、あのアップデート内容としましては、まず一つ目に、手錠をかけられた時に、うんちがプレイヤーのホットバーに入らない問題を修正何それそんなのがあったので、まあ手錠何かというと、今クリエなんでね、作るんですけど、これですね、手錠で、手錠はまあ基本的にマルチプレイでやることが多いんですけど、多分これ自分に作れるのかな、自分に作れないよね、マルチプレイじゃないと作れないので、まあ大体左手とかにつけるんだっけ、人をあれなんですよね、なんていうんですかね、拘束するというか動けなくするためにつけるようなものなので、まあ基本 PVP とかで使うことが多かったりするのかなっていう感じで、まあマルチプレイとかでもね、なんか遊びでよくやったりしますけど、トライブの中で、まあそんな感じで、まあマルチで他人につけれる拘束器具みたいな感じで、手錠をかけられている時にうんちがプレイヤーのホットバーに入らない問題を修正っていう形なので、おそらくホットバーって下のショートカットキーのことだと思うんだけど、例えば今手錠を1番に、あ、入れれないのか、じゃあ管理者ライフルを1番に入れてみるかっていう感じで、まあ1番を押すと管理者ライフルになるみたいな、でプレステだとここが方向キーだったり丸とか四角とか選べるんだけど、まあ、この多分ショートカットキーのことだと思うんですが、ショートカットキーになんかうんこが入れなかったらしいですということなので、まあホットバーに入らないということは手渡しができないので、手錠をかけた状態でふんころがしがテイムをできないっていう、何の縛りプレイそれよくわかんない、いつ使うかわかんないけど、まあ手錠された時にホットバーにうんこ入れなかったらしいです。はい、よくわかんない使い時がということで、1個目のアップデートはそんな問題あったんだっていう感じの、アップデートになっております。はい、で次なんですけど、次はそこに出してるんだけど、エクゾメックですね。このジェネシス2で出てきたメックなんだけど、まあ、建築用のメックみたいな感じなんですが、こいつがですね、RTS モード、マウスホ、あ、これか、これ、この状態が、RTS モードという形で、まあ、なんかこう、シミュレーションみたいな視点になるんですよ。で、この時にここに、移動しろとか言ったりできるんですけど、まあ、こんな感じでね。でそれがエグゾスーツや他のキャラクターが動けなくなる問題を修正っていうところでしたね。で動けなくなる問題なんで、まあ、自分が動けなかったのか、解除後、まあ、恐竜とかが動けなくなったのか、もしくは自分がスタックして動けなくなったのか、ちょっとですねそこまでは書いてなかったんですけど、とりあえず RTS モード移行時に、まあ、動けなくなるっていう問題、それがですね解決されたらしいですね。まあ、RTS モードなんて俺マジで使ったことないんで、まあ、いつ使うのかよくわかんないんですが、まあそんな感じの、RTS モードを使う際の致命的なバグですね、動けなくなるっていうのは結構シャレになんないんで、そういったバグが解消されましたって感じ。ちなみに RTS モード、まあ、使ったことある人とかいつ使うのか教えていただければ幸いです、コメントで。あんま
までこれ使ったことないっすっていう感じですね。で、次がですねノグリンですね。まあ、ノグリン今型に乗ってるんだけど、こいつですね、こいつもジェネ2のあのあれですね、エクゾメックと同じ、まあ、生物にはなるんですけど、このノグリンがですね、あの脳をチューチューして相手の所有権というかコントロール権を奪うんですけど、その際にあのなんていうんですかね、例えばこのプテラからまあ何でもいいんだけど、次のあの寄生するプレイヤーとか恐竜とか、まあ何かしらの生物間でこの寄生するという状態が移動した状態、まあ今ねこうやってノグリンを頭にこうチューチューしてプテラの所有権を奪ってるんですけど、でこういう状況で他の生物に寄生しようとするタイミングでバグってたらしいです。なのでノグリンが生物から別の生物へ移動する際になんかバグってスタックしたりみたいなっていうのが起こってて、結構致命的だったっぽいので、そこがあの直されたという感じに今回なったみたいですね。まあ、結構ねこうスタックするってあのアークじゃ致命的でマジで動けなくなるから、かなりね PVP とかでノグリンは使われるので、もしそのバグというかグリッチとして使われたらガチ最悪なあのバグだったんじゃないのかなみたいな感じですね。そいつというか、まあその規制された本人がスタックして、あのノグリンの規制から解放されてもスタックして動けないみたいな感じになると、かなり必殺コンボになるので、すごいことになりそうな匂いはしてます。はいっていうところですので、まあノグリンがちょっとヤバそうなバグがあったものが修正されましたって感じですね。で、次なんですけど、次はトライブメッセージのレプリケーションの長さの制限を200から300に増やしましたという形です。でトライブのメッセージのレプリケーションってちょっとよく分かんなかったんだけど、このログのことかなと思ってるんですが、まあ、例えばこれね、あの適当にローカルでやってるので全然ログがないんですけど、まあ、例えばこのエクゾメックが死んじゃったりすると、そのエクゾメックがあの殺されちゃったよっていう形の、まあ、ログがねあの出てくる形にはなるんですけど、まあ、こんな感じでエクゾメックがあの壊されました、デストロイされましたよみたいな、あキルされましたよみたいな感じで出るので、こういったこのログの話かなと思うんですが、ちょっとですね、まああの分かんないんですけど、アメリカ語が多すぎてね、てかまあアメリカ語でしか、まあ英語でしかね、あのリリースされないんでね、パッチノートがなんですが、そういった状況ですっていうところですねっていう感じですので、まあぜひね、あの英語お詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。はいいつも、お世話になっております。はいなんであのパッチノートの URL は動画詳細欄入っております。はいっていう感じになっております。なので一応トライブのメッセージの部分が長くなったので、もしこれがログだったらね、まあ、やっぱり長い方がいいので、今のログって結構ね、まあ、2、3日経つとすぐ消えるみたいな感じなので、特にギルティーブリーディングしてるとすぐ消えるので、まあ、そういったところって、まあ、あれかな、お世話になるかなといったところになっておりますね。で次は、管理者モードの感染者は全てのローカルチャットを表示できるようになりましたという形なんですが、まあ、管理者モードって今クリエなんだけど、このことなのかな、まあ、クリエイティブモードっていう形にしてるんだけど、今このクリエの時に一部のチャットが、表示できなかったっていうことなのかな、全てのローカルチャットを表示できるようになったっていう感じなんだけど、今ちょっとローカルだから出せないんだけど、エンターを押しても。基本的にチャットっていくつか種類があって、全体チャットと、あとは描写の中で出るチャットと、あとはトライブのチャットと、であとはその同盟内のチャットみたいなのがあるんですよ、一応ね区別されてて。でそのチャットがもしかしたら管理者モードなのでクリエイティブモードのことなのかな、それとも感染者モードみたいなのがあるのかな。ごめん、ちょっとここはですね、俺もコマンドがそこまで全て知ってるわけではないので、まあ、あれなんですけど、とりあえずね管理者モードというところでチャットの部分の表示がですね、まあ、あの非公式サーバーでマルチプレイしてる時に見えない部分のローカルチャットとかあったっぽいんだけど、そこも全部表示するようになったって感じかな。まあ、もしくはあの管理者なので、まあ、そのローカルチャットってあの描写内でしかあのチャットの表示がないんだけど、まあ、めっちゃ遠くてもあの管理者モードだとローカルチャットも表示するみたいな感じになったのかな。まあ、ちょっとどっちか分かんないんだけど、まあ、そんな感じになってるのかなというふうに思いますね。まあ、とにかく管理者モード、まあ、多分クリエイティブとかだと思うんだけど、そういったモードに自分がね、管理者権限を持ってる状態でやったら全てのね、チャットが見れるという状況になったというような修正になってますね。
で最後なんだけど、これマジで英語わかん、あ、ごめん、アメリカ語わかんなくて、これこそね一番ちょっと英語、あのアメリカ語わかる人は、はい、あの見てほしいですって感じ。 She who waits explorer notes voice overs って書いてあるんだけど、これ多分ねよくわかんなかったんだけど、 explorer note で基本的にはあのヘレナさんとかがボイスをつけてくれたので、 VC 付きで、なんですか、エクスプローラーノートの解説が声付きで行われるんですけど、その際にまあなんかあれなのかな、あの停止ボタンとかで一時停止とかができたりするのかな、よくわかんないんですけど、そういったエクスプローラーノートのナレーション、声でのその部分が待つようになったのかな、よくわかんないんですが、まあ今ずっと喋りっぱなしだったので、開いた瞬間ね、でなんかうざかったので若干、はい、あのプレイに支障は出ていたっちゃ出ていたので、うるさいなみたいな感じになっちゃったので、はい、なので、まあ、そこら辺がなんかコントロール効くようになったのかなというような僕の予想ですね。まあ一応ちょっと難しかったので単語単語は分かったんだけど、その文章としてあんまり理解できなかったので、ちょっと英語が得意な方よければよろしくお願いします。はい、まあ色のことながら恐縮でございます、はいという感じで、一応内容としては、まあ、あのエクゾメックの RTS モードが良くなって、でノグリンがなんかやばそうな、なんかグリッチ臭いようなバグが、まあ、なくなってみたいな感じだったので、まあ、結構良かったかなみたいな。であとはね、手錠をかけられながらもおそらくうんこを手渡しテームするときに活用できるっていう感じのホットバーにうんこがちゃんと入るっていうね、まあ、あの誰とか分かんないあのアップデート行われました、はいよく分かんないこれは、はいっていう感じですので、まあ、ぜひね、PC の皆さんはこれが来たと、でプレステのみんなは後から来るって感じなので、まあ、そんな感じで見ていただければ幸いですって感じかな。で、最後にですね、これを踏まえて注意点という形なんですけど、まず今回 PC 版に来ましたので、皆さんね、整合性のチェックしておきましょう、はい結構危ないんで、はい、アップデートごとにバグが起きるというのがアークの素敵な、なんていうんですかね、ルールというか仕様というか、そんな感じになってますので、一旦整合性のチェックから始めましょう。はい、PC 全く調子とかいいのに、すごい落ちるとか全然あるので、はいっていう感じです。なので一旦整合性のチェックをしていただいて、でファイルの欠損とかを見ていただけると一番いいかなと。で、タチが悪いのが、アップデートたまに勝手に失敗とかしてたりするから、マジでタチが悪い、そういう時はって感じになってますので、ぜひね、整合性のチェックはマジでアップデート来た後は、PC のみんなはやることをお勧めするかなって感じ。プレスは確かなかったような気がするから、整合性のチェックはね。なので、そんな感じになっておりますね。で、一応、ノグリンが俺、今回気になったんだけど、ノグリンを使用して、制御されたキャラクター感を、移動するときにそのキャラクターがスタックするみたいな形なので、まあ、さっきみたいに、まあ、適当にこうプテラに寄生させて、でそのプテラから別のやつにこう寄生させるみたいな、プレイヤーでも何でもいいけど、でその際に寄生されている、まあ、プテラだったりキャラクターは、まあ、残念ながらスタックしてしまうというバグだったので、多分これ考えると確実に PVP でグリッチになりうるっていうか、危なそうな匂いがしてたので、まあ、そこら辺の解消が良かったんじゃないのかなというふうに思いますね。さすがにグリッチっぽいのは良くないという感じっていうか、 PVP が壊れるのでサーバーが、はいなのでそういったのが良かったんじゃないのかなというふうに思いますね。であとはね、まあちょっといろいろあったりするんですけども、まあ一旦 PC 版僕やってますけど調子はいいかなという感じです。まあ、ただね、残念ながらプレイステーションの方は今まで以上にセーブのタイミングでめちゃくちゃ落ちるようになってるっぽいので、かなり危険が危ない状況にはプレスはなってると思いますので、まあ、そこら辺ですね、ご注意いただければって感じです。であとはスイッチに関してはですね、一番致命的な恐竜のオーバースポーンっていうのがあって、まあ、これはね、まあ、洞窟とかでちょいちょい起きてたり、魚とかがね起きてたりしたんですけども、 PC 版もねそういったのあったことがあるんですけども、恐竜が湧きすぎて重すぎるみたいなのもあるんですけど、そこに関してはスイッチ版のオーバースポーンに関しては運営がね理解してるっていうか把握してるっぽいので、ツイートして修正するように頑張ってますみたいなこと言ってたんで、一応ねスイッチの方に関しては、まあ、ある程度今対策というか進んでるんじゃないかなと思いますが、
プレステに関してはちょっと分かんないですね。コミュニティクランチのコメント欄で、あの普通に英語で同じようにセーブのタイミング、メインメニューに戻るのタイミングでクラッシュするっていう人のコメントもあったりしたので、基本的にアジア版北米版関係なくプレステ全体に来てるねバグだと思うので、そこら辺含めですねちょっと危険が危なそうなので、まあ皆さんこういった時の転送とかマップ間移動は控えた方がいいかなって思います。ちょっとねキャラロストしちゃうんでね、危ないんでね、はい、という感じで本日は、パッチノートをやってまいりましたが、まあとりあえずね、まあ、ぜひ皆さん英語がわかる方、よかったらコメント欄に翻訳の続きお願いします英語の翻訳にちょっと僕自分の脳みそでは限界がありました。はい、すいません。いつもね翻訳補助してくれてる方本当に助かってますちょっと僕の能力では限界があるのでありがとうございますいつもということで本日はこの辺にしておきたいと思います。で本日はですねこんな感じで情報系の動画をやってきたんですけども、一応 KTR ゲーミング2つのね動画柱ありまして、1個目がこんな感じのニュース動画って、もう1個がですね普通の実況プレイっていうのを自分がサーバーを借りて非公式サーバー立てて参加勢と一緒に参加型で遊んでいるっていうのがあります。まあいろいろね縛りプレイしたりモッド入れたり完全攻略をバニラでしたりとかね、いろいろやってて、今だとエクスティンクションにモッド入れて建築とかね攻略を結構楽しんでるみたいな感じでやってるかなっていうところです。でそんな感じのプレイもしてますので、まあぜひね解説とか、まあ、トラップとかね、まあテイムの方法とかいろいろそういう動画出してるんですけど、それ以外もね、まあ、僕らが楽しくプレイしているっていうところのねそういったまあ動画見ていただければ幸いですって感じですね。結構ねノリが合う人だと楽しいかなっていうふうに思いますね。であとはですね最近だとマインクラフトとかタルコフとかも力を入れてやってますので、ぜひ、まあ、ねそちらの方の動画も見ていただければ、まあうちわノリって感じの参加勢が一緒なんでね、中身がね結構似通ってると思いますので、ノリが合う人は楽しく見ていただけるんじゃないのかなというふうに思っております。でですね生放送で公開収録してまして、火木土日の21時からやってますので、ぜひね見に来ていただければ幸いですっていう感じになっております。で今だとですねちょうどコミュニティっていう欄がありまして、 YouTube のそこでですね次のシーズンのアークのマップの選挙やってます。でなぜかですね公式マップの選挙1位がスコーチダースでした。はいでそれとですねボルケーノっていうですねモッドマップっていうのがありまして、これ正式採用されてないのでプレステとかの人は遊べないんですけど、 PC 限定でモッドっていうのが Steam 限定で使えるんですけど、その中のボルケーノっていうモッドマップか、もしくはスコーチダースかというね、公式マップの中で1位だったんでしょうがなくスコーチダースと対決になってるんですけど、でどっちかのね選ばれた方のマップで次のシーズンライフワークは、まあ生放送ですね遊んでいこうかなと参加勢としてはね思いますので、サーバー立ててねっていう感じになってますので、ぜひね皆さんですねそちらのコミュニティ欄の方の投票もよろしくお願いします。一応前回の投票はですね、まあ47% 圧倒的なねスコーチダース1位でしたので、次はどうなるかなというふうに思ってます。はい500% の 50% 近くだったので550票とかだった気がするので、まあ多分200何十票はスコーチダースだったっていうね圧倒的スコーチダース人気でした。一次選挙ははい今決選投票という形でねやってますので、ぜひねそちらもお願いします。はいっていう感じで本日はこの辺にしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。あと最近ですねディスコードにはタルコフのスレッドも立てたので、タルコフ上手い人とかねぜひね一緒に遊んでくれると幸いです。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。